パワートレインを刷新。トヨタは、カローラ、カローラツーリング、カローラスポーツを一部改良し、10月3日に発売した。カローラは1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で、5000万台以上を販売してきたトヨタの機関車種。今回の改良では、カーボンニュートラルや交通事故の低減、 より快適で便利なカーライフを念頭に、パワートレーン刷新と最新の安全機能の導入。より進化したコネクティッドサービスの提供を柱に改良を行った。デザインはヘッドランプやフロントロアグリルなどの、一部変更にとどまるが、パワートレインを刷新。ハイブリッド車は全ての電動モジュールを、 刷新した 1.8L ハイブリッドシステムを採用し、ガソリン車では 1.5L ダイナミックフォースエンジン、カローラ、カローラツーリングに設定と、2.0L ダイナミックフォースエンジン、カローラスポーツに設定を新たに採用した。また、運転支援技術、トヨタセーフティセンスの機能を拡大し、 プリクラッシュセーフティーに交差点右折時の対向直進車及び右左折時の対向方向から横断してくる歩行者を検知する機能を追加したほかリスクの先読みを行い歩行者や自転車駐車車両に近づきすぎないようステアリングブレーキ操作をサポートするプロアクティブドライビングアシストを追加し ソフトウェアのアップデートにより購入後も最新の運転支援技術が進化する機能も搭載した他にもコネクティットナビに対応した8インチディスプレイオーディオと10.5インチディスプレイオーディオプラス車載ナビ機能付きを設定しドライブレコーダー前方とバックガイドモニターを 標準装備するなど商品力を向上させている。価格は199万円から。メーカー希望小売価格税込みは以下の通り。カローラ店199万円299万8000円。カローラツーリング207万円304万8000円。カローラスポーツ店220万円289万円。 GR カローラの予約は冬にずれ込む。4月に世界初公開したスポーツモデル GR カローラは、秋頃に予約をスタートし、冬には、台数限定で発売すると公表していたが、生産上の事情により冬頃から抽選予約受付を開始、2023年年初から台数限定で販売へと変更となった。